石橋楽器店の白井です、私がギターを始めたきっかけ、それはこの吉田拓郎の結婚しようよでした、昭和47年大ヒットしました。昭和30年代生まれの方、私と同じように吉田拓郎をきっかけにギター始められた方多いのではないでしょうか。吉田拓郎のギターといえばこの J45、このギターを思い出される方も多いのではないでしょうか。伝説の妻思いのコンサートで、使われました。このように雑誌の表紙も飾りました。ところが当時楽器店で新品で売ってる J45 は、こちら肩の部分がちょっとね怒り型になっていました。スクエアショルダーと言いますが、吉田拓郎の使っていた J45 は1967年製、いわゆるヴィンテージになります。現在の J45 も、このラウンドショルダーを採用しています。吉田拓郎の J45 はピックガードがちょっと大きいんですね。現在の J45 のレギュラーモデルとちょっと顔は違いますけれども、このラウンドショルダーであったりサンバーストのカラー、雰囲気は、結構よく掴んでいるんじゃないかと思います。J45 今いろいろ種類があります。楽器店に行ってもですね J45 いろいろあってなんだかわからないなという方もいらっしゃるかと思います。J45 レギュラーモデル実は2つです。そのレギュラーモデルに関して、簡単にご説明したいと思います。まず一つ今持ってる、J45 スタンダードというモデルです。こちらの特徴は、まず糸巻きが、グローバーのロトマティックになってます。微調整ができるタイプの糸巻きですね。そして、外から分かりづらいですがピックアップを内蔵しています。ライブステージや、フォークサカバネ即戦力になる仕様になっています。音のまとまりも良くてですね、J45 の中では、比較的オールマイティに使える仕様かなと思います。こんな感じですね。はい。そしてもう一つ、ご紹介します。こちら J45 ヴィンテージです。その名の通りヴィンテージの J45 を復刻したようなモデルです。まず、一番の特徴はこの表板にエイジング処理が施されています。簡単に言うとヴィンテージギターの、鳴りを再現したものです。それ以外にもですね、糸巻きであったりロゴ、このバナーのシール、ヴィンテージの、J45 の雰囲気を、取り入れています。塗装もちょっと艶消しになってます。ヴィンテージ風の風合いがあります。音もジャキジャキとしてます。ボリュームもあってですね、よりギブソンらしいという方も多いのではないでしょうか。はい、ではこの J45 ヴィンテージを使って、1曲披露させてください。タイトルは J45 の歌。思い出す撫で型のフォークギター、あの頃楽器屋に行っても同じギターは売っていなかった。どこにあるんだろう、どこにあるんだろう。今日も通う
酒場のステージでスポットライトを